疲れ様です。お疲れ様です、キャンプ4日目が終了しましたけども、コンディションの方はいかがでしょうか。いや、めっちゃきついです。結構こう練習時間はまあすごく短いというかコンパクトの中で結構あの強度が高いなというイメージがありますけど、はい、実際どうですか。そうですね、まあ時間は短いんですけど、まあ、こうやるときはこうパッとやるというか、すごくみんなあのインテンシティ高くやってるんで、まあ、一つのこう練習でもすごい息が上がるぐらい、いいトレーニングができてます。今年でプロ8年目になりますけど、はい、やっぱ22歳で初のキャンプを迎えた時と比べたら、はい、こう調整方法っていうのは変わってますか。いや、もうめっちゃケアしてます。もう若いやつだからもう朝ピンピンしてるんですけどまあこっちはもう本当にあの毎日必死で食らいついてます。結構こうチームも若返って、はい、まあ、普段、まあ、なかなかこう一人部屋で過ごすことはないと思いますけど、はい、どうですか最近若い選手の交流というか。そうですね、まあ、ピッチの上でしかなかなかこうコミュニケーションを取る機会はないんですけど、まあ、なるべくこう若い選手と、まあ、話すようにしたりとか、まあ、結構あの新加入の選手等もだいぶ打ち解けてるんで、はい、うまくできてると思います。じゃあもう最後に、まあ、この今シーズンの意気込みというか、キャンプに、キャンプの残りのキャンプに向けての意気込みをお願いします。そうですね、まあ、まだキャンプは長いですけど、しっかり、コンディションを整えて、まあ、いい状態で開幕を迎えられるように頑張りたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。